私たちハイテク農芸家には米を中心とした穀類や芋類を栽培している作物部キャベツや白菜などの野菜を栽培している野菜部花の苗やコチョウランの栽培からガーデニングを担当している草花増援部フルーツの果樹部がありますこの映像は鶴見緑地で開催されたフラワーガーデニングショーで 草花造園部の7人が2チームに分かれてチャレンジガーデンを制作しているところです大学生や専門学生のチームの中でさすが農芸高校やなぁと大勢の観客の皆さんから口々にお褒めの言葉をいただいていました草花造園部では長年にわたって堺市と連携し堺市役所前広場のガーデニングや花時計の花壇の 装飾を行っていますこの取り組みに対して堺市より緑化功労者表彰を受けました。